あの人の現在。ハルカ・クリスティーンの現在に迫る。ハーフタレントのハルカ・クリスティーンさんといえば、可愛らしい容姿を持ちながら政治や経済に精通し、さらには数カ国語を話すインテリタレント。そんなキャラでありながらお笑いが好きで、いろんな芸人さんのネタをいろんな国の言葉で披露するという持ちネタまでもあります。しかし最近テレビへの出演がなくなってしまったようですが、ハルカ・クリスティーンさんに一体何があったのでしょう。ハルカ・クリスティーンさんはバラエティ番組でも彼氏ができないと悩みを打ち明けることがよくありました。しかし2014年、ある選挙番組で一緒になった構成作家、放送作家の山際よしきさんが気になってしまい、バラエティ番組で告白し、カップル誕生となりました。しかしそれぞれの忙しさから5ヶ月ほどで破局してしまいます。しかしその後新たな恋をしていると発言したハルカ・クリスティーンさん。今度のお相手は20代後半の政治記者だそうで、一般人のため名前や顔は公表されていないようです。彼氏の容姿を若い頃の麻生太郎氏に似ていると表現した彼女ですが、政治記者の間では永田町のジャニーズと呼ばれるイケメンのようです。記者仲間からの信頼も厚く、頭脳明晰と高評価の男性のようです。そんな幸せいっぱいのハルカ・クリスティーンさんですが、2017年11月に2018年3月で芸能活動を休止すると発表しました。これを機に芸能界を引退するのではという噂も。ハルカ・クリスティーンさんは海外の大学進学を目指すため勉学に専念したいと報告。仕事に没頭しすぎ大学を中退してしまったことへの後悔などもあったようです。彼女の姿がテレビで見られないのは寂しいことですが、まだまだ若いですし、自分の人生を思いっきり生きてほしいと願うばかりですね。